皆さんこんにちは、 K-TUBE へようこそ。モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はですね、ディフェンダーでございます。ランドローバーディフェンダーなんですけど、ディフェンダーってね、もうランドローバーの超元祖なんですよね。70年前にデビューして、去年フルモデルチェンジをした1台でございます。でこれ90と110って、まあ全長とホイールベースの長さが違うやつがあるんですが、今こちらにあるのは110ですね。で、まあ、110が去年来て、で今年の3月に、90ってこう短い方が追加されて、でこれはですね5月に来たばかりの110の、ディーゼルモデルでございます。でね、新しくグレードも加わって、これねここに書いてあるんですけど、ディフェンダー X ということで、一番上級モデルになりますね。ちょっとディーゼルが来ないかなって私も実はすごい思ってたので、どんなフィーリングだかっていうのをちょっとお伝えしたいんですけど、その前にね、ここ見て、ここね、これすっごいディフェンダーっぽいと思わない？この樹脂なんだけど、こういう感じね、こういうの大好き。でこれちょっとツヤ消しな感じもね、やっぱりね何度見てもかっこいいなっていう風に思います。でも皆さん今日気になってるのは本当は90でしょ。それも後で出てくるから、ちょっと待って、まずはこのディーゼルのお話をしたいと思います。こちらはですね、直六の、3リッターディーゼルターボエンジンなんですけれども、実はね 48V のマイルドハイブリッド化されたエンジンなんですね。でディーゼルのマイルドハイブリッドモデルってすごく珍しいと思うんですが、まあね、あの遅れてやってはきましたけれども、結構新しいね、まあ、パワートレイン積んできたんだなという感じです。でちなみにこの 48V の、このモーターのアシストは発進の時に使ってるんですってね。でまあディーゼルって発進力強くて、さらにそこでモーターアシストってね、すごいなと思ったんですけど、それよりびっくりしたのが静か、すごく、なんかこれ多分言われなかったら分かんないんじゃないかなっていうぐらい静かなエンジンなんですよね。でね、あの力ももちろん十分に出ていて、これ300馬力の650ニュートンメーターだっけ、はい、650ニュートン、そうか、300馬力の650ニュートンメーターというね、パワースペックなんですけれども、いや本当にね、今ちょっとアクセル踏んでるぐらいでも、ずっとねこの坂道をぐい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 登ってってくれてます。でやっぱりね、これ最初に出た時からディーゼルあったらいいなって正直思ってたんですよ。これとにかくディフェンダーってサイズも大きい、まあ大きいだけに重たい SUV なので、まあしかもオフロードをね走るというか、もう生き残れるか的な使い方ができる車じゃないですか。要はなんてたってね、ボディも、前のはねラダーフレームですけど、今回のアルミのモノコックなんですが、こっちの方がねじり剛性3倍高いんですって。だからもう本当にね、ガッチリした、もう多分ランドローバーの中で一番ガッチリした車なんですよね。ですのでね、特にあのこうグググググッとね、のしたような走りができるディーゼルっていうのは似合うだろうなと思ってたんですけど、まあ、まさにそんな感じで出てきたと。でもね、まあそういったところで使う人って本当に限られてると思うので、まあ、特にね、日本のユーザーさんなんかは普通のね、舗装された道路を走ることがまあほとんどなわけじゃないですか。だったらまあ静かだったり快適な乗り心地の方がいいなと思うんですけれども、いやもう本当にね静かでね、びっくりしちゃいましたね。だから乗り心地もめちゃめちゃ快適ですよね、本当に。ディフェンダーってね、前もお話したかな、この K-TUBE で初めてか、あれなんですよ、レンジローバーのパーツ結構使ってるんです。実はね、あのレンジローバーのパーツを使ったことによって、価格を抑えて出すことができたっていうふうに言われてる車なので、まあ、あのレンジローバーってね、砂漠のロールスロイスなんて昔は言われたぐらいですよ、すごくですね滑らかにこうオフロード走る、なんかアイポイント高いのがおかしいんじゃないかなって最初で生まれて初めて乗った時思ったのを未だに覚えてるんですけど、まあそういったものを使いながら堅牢に作っているので、いやー本当にね
こういったところ走ってもなんかクルージングって言葉が似合っちゃうような、そんな SUV に仕上がってますね。わあ、霧が出てきた。なんかね、今日天気悪いんですよ。今ね、梅雨なんですよね。でね、今ちょっとどんどん山上がってきてるんで、やっぱ標高が上がるとどうしてもね、こう霧ってきちゃったりするわけですけど、まあこういったところこそね、本当はこのディフェンダーが威力を発揮するシーンでもあったりするんですよね。でこれね、テレインレスポンスって言って、こう走るモードをね、いろいろ変えられるやつが、ついてます。でまあね、ほとんどのところは普通のオートで行けちゃう感じではあるんですけれども、この車ちょっとご紹介しますと、ものすごいね、荒れたところも、行けちゃいます。あとでね、90のオフロードコースで今日試せるのかな、まあ、そこまで深い川はね今日用意されてないと思いますけど、なんと900ミリまでのね川が渡れちゃうぐらい、それぐらいね、すごい性能を持ってますので、はい、もうどこでも行けます。これはですね、テレインレスポンスって言ってこう走るモードをねいろいろ変えられるのがポイントだったりするんですが、これを押すと、お、すごいな、これか。これね、エアコンのね、温度の調節のボタンと、横のね、ポンとスイッチを押すと切り替えてですね、テレインレスポンスの選択ができるんですね。いろいろモードがあって、これエコでしょ、これコンポート、これは砂地砂利わだち、はい、1個抜けた、岩場砂岩場、あ、これウェイ、これ水の中だね。おお、いろんなモードがありますけど、まあここだったらエコか、まあ、コンポートぐらいにしとくでいけちゃう感じで、これね時間経つとね、もう一回押せば戻るかな、あ、戻って戻ったね、エアコンのスイッチの、こういうスイッチの共用ってあるんですね。これ知らないと一見迷っちゃいますね、どこにあるのかね。面白いわ、これパフってやるところで、頭いい、ちょっと感動しちゃったにしても本当に乗り心地いいですね。今回ね、オールシーズンタイヤがついてるっていうのも、まあ、乗り心地の良さに貢献してるのかなと思いますけど、こういわゆるね、すごい岩場とか泥とか行くようなオフロードタイヤじゃないやつがついてるんですね。だからロードノイズも静かだし、乗り心地もいいしっていうところなんだと思いますが、本当に静かだな。これだったら本当ね、ボディサイズさえね、気にならなければ、いわゆるですよ、シティ派の SUV のと比べてね、やっぱこっちの方がかっこいいからこっちがいいかなって買ったところで後悔するとか失敗したなとか、そんなこと絶対ないと思います。ただね、これ幅が、まあ、2メーター近いんですよ。1995だったかな、結構ある。で高さもね相当高い。でそこがねやっぱりこの、あー、ディフェンダー欲しいんだけどな、ちょっと買えないんだよなっていう人がね多い、まあ、原因なのかなと思います。特に市街地とかね、まあ、都会に住んでる人なんかはマンションだとね、駐車場にこう天井の高さ制限があったりとか幅制限があったりとかね、まあいろいろあるので、まあそんなんでね残念ながら選べない人もいるようですけど、でもね売れてるんですよ。いや実際ね、何台売れてるか教えられないって言われたんですけど、今日7月です、7月で、これ今注文して来年だって言ってました。すごくないですか。もうそれだけね、世界中の人がねバックオーダー抱えて待ってる車なんですよね。でも待つのが分かる、やっぱこのディフェンダーにしかない世界観みたいなのがねあるんですよ。なんかね、こうどこでも行けちゃいそうな、なんか強くなった自分みたいなね、なんかね、でもね、あくまでもランドローバーの車だから上品なの、上品なワイルドなの、なんかその辺がねこのディフェンダーのたまんない魅力なんですよね。まあ、私はね一番最初ディフェンダーに憧れたのは、実はねトゥームレイダーっていう映画、皆さん知ってます？アンジェリーナ・ジョリーがね主演をしてた映画なんですけど、あれでねディフェンダーが出てきて、アンジェリーナ・ジョリーが乗ってんだけど、それがねめちゃめちゃかっこよかったので、それを見てから、わーいいな、この車かっこいいなーっ
って思ってて、でそれはねもちろんあの70年前にデビューしたやつのこうちょっとマイナーチェンジというかね、ほぼ変わらなかったんだけど、そういった車だったんですが、まあそれがまあ21世紀になって現代のディフェンダーってどうあるべきかって出てきて、これがねあの本当にね前のコピーじゃない、全然ないのだけどディフェンダーなの。やっぱりここがすごかった。このねデザインと、まあ、性能とパッケージングは本当にうまかったなというふうに思います。今日はですね特設オフロードコースが用意されてるっていうことなんで、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。ちょっとすごいドロドロなので、泥わだちモード、そして車高を上げてですね、はい、ゆるゆると進んでいっておりますけれども、ほんとねチョコレートムースみたいにドロドロよすごい、しかも掘れちゃってて、なんかこう私の中をこうぐるゆるゆる進んでいく感じが、まあ、いかにもねランドローバーってねゆっくりこういうところをね歩くように進むっていうのがねまたランドローバーらしいんですよ。でねこれ歩くように実はゆっくり進むのって結構難しくて、勢いだけだったらねいけちゃうんだよね意外とドロドロでも。でこれをじわ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 ゆっくりいけるっていうところで車の性能っていうのは試されるわけです。なんて言ってたら前方に池が見えてまいりましたよ。池入りますよ。ぼっちゃん、おお結構見えないぞ。おお、これ今水の中だ。あでも全然地に足ついた感じで、これなんとね水深900ミリ、90センチですよまで行けてしまうので、この車なのであのこのぐらいの、水の中だったらもう何のその全く問題なく進めてしまいます。はい、ゆる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 っとね、こんな感じでね。でここはね、まあ、平らですけど、ちなみにあの坂道ね、こういった坂道も最大斜度45度まで行けるということで、やっぱりね生き残れるかタイプの車はすごいなと思うんですけど、でねこれさらにね90ってショートホイールベースの方じゃないですか。なのでホイールベースが短いのでこういうところの取り回しはしやすいんですよね。でもね普通のタイヤでここまで行けちゃうってすごいかも。オフロードタイヤじゃないんですよこれ、オールシーズンタイヤなの。でここまで行けちゃうってすごいな。もう一周来いって言うから、もう一周、わお、ほんとねチョコレートムースだよこれ。ちなみにね、これはですねアプローチアングルとかいろいろよく言うじゃないですか。アプローチアングルは 37.5 です。パンプブレークオーバーアングルがこっちの、90の方がですねよくって、31と 27.8 というふうにね差がついております。でデパーチャングルは 40.0 ということで同じまた数値ですね。もう一回水の中行きますよポちゃん。水の中でもねちゃんとね足ついてる感覚があるんだよね。やっぱ足が長いんだな、すごくな。ウィードスンドスンって感じですけどね、ほんとドロドロだよ。なんかもうね、わだちがね、壁みたいになってきたよまあそれでもいけちゃうっていうのはね、足が長いからなんですけど、腹にすらないっていうの、おお。なんかジャングルクルーズみたいな気持ちになってきた、だんだんこちらがですねお待ちかねの90でございます。まあ、90はねまあ3ドアですね、分かりやすく言うと。でショートホイールベースって言っても
まあそれでも大きいですよこの車、なんて言ったって、まず全長は4510です。これはね435mm、ワンテンよりは短いです。でホイールベースも同じだけ短い、まあ45センチぐらい短いと思ってもらえばいいかなと思います。で幅が1995、高さがね1970もあるんですよ。私、まあ、大体160弱ぐらいなんですけど、すごいちっちゃく見えるんじゃない？こうやって見るとね、ちょっと面白い姿になってるかもしれませんが、でもね、やっぱりね、この車はかっこいいんです。なんでかっていうと、やっぱね、ディフェンダーってこのショートホイールベースの方が基本なの。なので、この車をデザインしたデザイナーの方もですね、ベースはこれ、基本はこれ、主役はこれといった感じで、まあ、利便性を考えてね、まあ、ワンテンという長い方もありますが、まあオフロード、まあ、今車ドロドロですけど、オフロードの走破性もこれの方がホイールベース短いし、最初回転半径も 5.3 メーターということなので小回りも効きますし、絶対走破力は高いと思います。まあ機能はね同じなんでね。でね、ちょっとこれも見てほしいの。今回ね、実はこれ普通のね、オールシーズンタイヤついてるんですよね。普通はこういうのってもっとゴツゴツした、なんかもう荒れ地もいけるぜ的なタイヤついてるんですけど、今回はまあわざとオールシーズンタイヤということで、まあ、一般道でのね乗り心地はすごく良かったり、音も静かだったりするんですけれども、これでね、まあ、ご覧の通り、あんなドロドロのとこ行ってきちゃったわけですよ。これなかなかすごいですよね。はい、すごいやっぱりこれ走破力だと思います。でこのね、やっぱり足がレンジローバーでね、鍛え上げた足を、使った、まあ他の部品も結構ねレンジローバーの使ってるんですけど、だからまあ価格が安く抑えられた以上にですね、やっぱ車のね性能がすごい上がったっていうのがポイントかなっていうふうに思います。だからさっきね、ドロドロのところを、まあ、ちょっと走ったんですけど、常にねちゃんと4つのタイヤが地面を捉えてる感じがするの。たとえ水の中だろうが不思議ですよね。はい、まあ、それぐらいすごく性能がいいっていうことが言いたかったわけでございます。まあこれだけあればね、どこでも行けそうだよね。なんか私昔ですね、モンゴルのラリーレードに出たことがあるんですが、これだったらもうちょっと成績よく駆け抜けられそうな気がします。もうちょっと楽に走り切れたかもね。ちょっと今度はね、オンロードのね走りに行ってみたいと思うんですけど、相変わらず霧だわ今日はね。まあしょうがないね、全国的に梅雨だから。沖縄も明けたのかな。上り坂でこんだけ霧の中だと雲の中に突っ込んでいく気分になる。でちなみにね、こっちはねガソリンモデルです。直四の、2リッターターボねのガソリンモデル、まあ、最初に来たワンテンについてたのと同じなんですけれども、これと、まあ、ディーゼルの2種類かな。同じぐらい入ってくる感じがする。逆にディーゼルが静かだったのかな。まあ 48V マイルドハイブリッドってもなんかそんなね、発進の時の頃ぐらいですぐらいのこと言ってたけど、なんか同じぐらい入ってくる気がする。でもまあこういう車はね、音を入ってきてもまあまあワイルドでいいんじゃないっていう気がしますけどね。でこれは確かにね、乗った感じやっぱショートホイールベースだわって当たり前だよって話ですけど、なんか後ろのねタイヤが近くにいる感じがします。でね、最初回転半径 5.3 メートルって私すっごいちっちゃいなってびっくりしたんですけど、 5.3 ってね、まあ、どんぐらいって言ったかな、まあ、軽自動車だとね4メーター台でしょ。でまあ、コンパクトカーでも、まあ、4メーター後半とか、まあ、5メーターちょっと前半入るやつあるから、そう考えるとそんなにこうなんていうのかな、コンパクトカーとさほど変わらないぐらい、まあそれちょっとプラスアルファぐらいに小回り効くぞぐらい思ってもらってもいいと思うんですよね。でもね、確かにオフロードってね
意外とね、こう岩があったりとか、まあ、木が枝が出てたりとかね、わだちがあったりとか、まあ、上下方向、左右方向全然一定じゃなくて、急にいろいろ障害物があるわけですよ。なので、キャッキャッキャッってね、小回りが効く感じじゃないと、とてもじゃないけど走りきれないんですね。あの、フラットダートみたいなところとか、ちょっと固めのね、そういったところはロングホイールベースで、ダーッと出した方が安定感全然あるんですよ。なんだけど、そうじゃないところは、もう絶対小回り効く方が、走りやすいですね。ディフェンダーの9110とね、今日乗りましたけれども、まあ、どちらもね、個性が際立っていて、すごくいい車でした。で、こちらはですね、90の、まあ、ベーシックなグレードなんで、でもインテリアとかもね、品があって、やっぱランドローバーだなっていうふうにつくづく思いました。